フロンティアを開発をしていくための知恵が今欲しい時であります。その知恵を集めるため、国家戦略会議に設置されたフロンティア分科会。分野別の4つの部会の一角がいよいよ動き出しました。やはり先を見通してフロンティアを開発をして、そして切り開いて未来を切り開いていくということ、現状に甘んじようということではなくて、まさに未来を切り開く勇気を持たなければいけないと思います。メンバー構成にあたりましては、なるべく私より若い人、それからなるべく女性を入れてほしい、あるいは地方で活動拠点を持っている方も入れてほしい、各界の知見を集めるだけでなくて、若手の意欲のある官僚も含めて人選をしてほしいということでございましたが、そんな野田総理の強い意向を受けて集められた顔ぶれは、会社社長、舞踏家、宇宙飛行士など多士済々、女性も3分の1以上を占めています。今真剣に考えて答えを出していかなければいけないのは、このままで日本がいいと思ったら、私はこの国は自利品に陥るだけだというふうに思います。この日本がもう一回元気を取り戻すためには、私は一つにはルールメイキングに主体的に関わることだと思います。特に日本の場合は海洋国家であります。排他的経済水域、管理できる水域は面積でいうと世界で6番目、深さも含めると世界で4番目、こういう国でありますから、このまさに自分たちの特徴を生かしながら海洋をめぐるルール作りにも深く関わっていく。日本が低炭素化さ社会を主導する意味で、そしてエネルギー効率を改善するためにイニシアチブを取ってルールを作っていくべきだろうと思います。フロンティアはまだ立体的に見れば宇宙だってあるわけであります。衛星を飛ばせる国、ロケットを飛ばせる国、射場のある国、有人の活動ができる国、そんなにいっぱいありません。そういう優位性も生かしながらですね、これからの中長期的なビジョンというものをぜひお考えをいただければ大変ありがたいというふうに思っております。皆様のこれからの活発なご議論に強く強くお期待を申し上げながら、冒頭のご挨拶に変えたいと思います。今回先陣を切ったのはご覧の平和のフロンティア部会。今後4つの部会は月2回ほどのペースで会合を開いて議論を重ね、分科会での5月の中間報告、そして6月の最終報告取りまとめを目指します。